っしゃいませ。ゆっくり耳かき先生ようこそだわ。お客様、今日はどうするの？まあ、耳の中がかゆいのね。そうねー、いろんな道具があるけど、どれがいいかしら？ドライバーがいいの？そうね、かゆみにはいいかもしれないわね。じゃあ、この 1.5 ミリのドライバーがちょうどいいから、これでいいかしら？オッケーね。それじゃあ、私のお膝に横になってね。まずは、左耳からやっていくから、痛い時は教えてね。今、後輪が来ていて、くしゃみをしたわ。ごめんなさいね。私は吸血鬼にしては、かなり変わっているっていうの。どうしてかしら。妹のフランは引きこもりがちで、わざわざ日光の下に出向かないから、吸血鬼らしいっていうの。まあ、それはそうね。
するから、頭を反対にするわね。じゃあ、右耳をやっていくわ。取れると思うわ。それじゃあお客様、おやすみなさい。